母さんが倒れたんだ。私は義母と顔を見合わせました。え？でもお母さんは。私がそう言うと義母は慌てて私に手を振っています。どうやら目の前に自分がいることは黙っていた方がいいと指示を出したかったようです。私は一緒に行かなくて大丈夫？いやいい、早苗は母さんのこと嫌っているだろう。いやだけど。気にしなくていいんだよ。この際だから言うけど、母さんも早苗のことを面倒な嫁だと嫌っているんだ。だから来なくていい。翔平はそう言って電話を切りました。私はこの時すでに彼が嘘をついていることに気づきました。十中八九不倫をしているのでしょう。すると義母がこう告げました。早苗さん、残念ながらあなたの予想通り浮気していると見て間違いないわ。だけど安心して、私はあなたの味方だから。義母の力強い言葉に私は真相を突き止める覚悟ができました。夫に制裁を加えることを心に決めたのです。私の名前は早苗、32歳の兼業主婦です。私は大学を卒業してから広告代理店で働いていたのですが、会社がブラックだったこともあって病気になってしまい、数年前に会社を辞めて現在はフリーランスの仕事をしています。その仕事はウェブライターの仕事で、きっかけは元同僚の勧めでした。早苗さんって昔から文章を書くの得意だったよね。え？社内報とか文を書いてたじゃない。すごくいい文章だなって思ってたよ。それを仕事にしてみたら？元同僚に最初にそう言われた時はさすがに無理だろうと思いましたが、それでも興味があったので自分なりに調べてみたところ、意外にも簡単な記事作成の仕事などがあることに気づきました。これなら自分でもできるかもしれない。そう思いながら、私は初心者歓迎となっている募集に応募し、少しずつ仕事を受注し始めました。最初は慣れなくて戸惑うことも多かったですが、自分でもスキルが上がっていくのを実感し、仕事数に応じて単価も上がっていきました。今ではブログなども立ち上げており、複数箇所から収入が入っているという状況です。おかげで正社員として働いていた頃と同じくらいのお金が入ってきているので、とりあえず安心しています。そうやって仕事が順調に行き始めた私は、新しく出会いを求めることにしました。すると友人であるマサトが職場で彼女が欲しいと言っている人がいると紹介してくれることになったのです。彼は信頼できる友人だったので、私はすぐにその男性と会うことにしました。それが後に夫となる翔平です。翔平は一般企業で働く営業マンで、爽やかな雰囲気で髪も短くて好青年という印象でした。年齢は私と同い年なのだが、年齢よりも若く見えました。そして彼はとても面白い人で話し上手でした。そのため初対面であるにもかかわらず、すごく楽しい時間を過ごせました。私は彼に惹かれていて、彼もまた私に惹かれたそうで、何度かデートを重ねた後にお付き合いをすることになりました。まさか仕事が順調に行き始めた後に恋愛の方もうまくいくとは思わなかったので、とても嬉しかったです。彼は私のことをとても大事にしてくれて、交際はすごく楽しいものでした。順調に交際を続けていき、付き合い始めてから1年半ほどが経った頃、彼からプロポーズをされて、私たちは結婚することになりました。大好きな彼との結婚が決まり、私はとても嬉しかったです。彼となら温かく幸せな家庭を築くことができると思っていました。そしてすぐに私たちはお互いの親に挨拶をしに行くことに。まずは私の両親に挨拶をしに行きました。はじめまして、翔平と申します。彼はものすごく緊張していて、私はちょっと笑ってしまいました。普段彼のそういうところは見られないので、すごく珍しかったです。私の親は優しいし心が広いので、彼が緊張をしているのを見抜いて温かく見守っていました。彼も少しずつ緊張がほぐれてきたようで、いつものような面白い冗談も言えるようになっていました。結婚の挨拶は楽しい雰囲気で進んでいき、私の親は彼との結婚を認めてくれました。私が選んだ人が親に認めてもらえて、とても嬉しかったです。そして次は私が彼の実家に行く番です。彼の実家では彼の母親が一人で暮らしています。両親はすでに離婚していて、義父は連絡先がわからないそうです。離婚の理由が義父の不倫だったため、翔平も会うつもりはないと連絡先を交換しなかったとのこと。そのため結婚式も呼ぶつもりはなく、義母にだけ挨拶をしに行くことになりました。
義母はバリバリと働くキャリアウーマンだったらしく、若い頃に自分で会社を起こし、現在も社長業を続けているそうです。そんなすごい人と今まで会ったことがなかったので、私はものすごく緊張していました。一体どんな人なんだろうか。翔平のことを笑えないくらいに私もタジタジになってしまいそうでした。いざ義実家の玄関前に立つと、これ以上ないほどに緊張感が増しました。彼がインターホンを押すと扉が開き、義母が私たちを出迎えてくれました。はじめまして、早苗と申します。どうもはじめまして。今日はお会いできるのを楽しみにしてたわ。さあどうぞ上がってください。義母はとても優しい笑顔で私たちを出迎えてくれました。義母は現在60歳とのことですが、見た目はとても若々しくて、40代と言われても納得がいきそうなほど綺麗でした。そして経営者らしいのか、どこかサバサバとしたかっこいい雰囲気がありました。母さん、俺早苗と結婚したいと思ってるんだ。あなたが選んだ人なら信用するわ。いい大人なんだから、責任も全部自分たちにあるしね。それにしっかりしてそうな子だから安心してるわ。私は義母にそう言ってもらえてほっとしました。これで結婚の許しを得られた。あとは結婚式を挙げるだけだ。そう思ったのですが、その後の雑談で私の仕事の話になった時に少々問題が起きました。ところで早苗さんはどんなお仕事をしているの？私はフリーランスのライター業をしています。執筆業ってこと？一体どんな内容のものを書いてるの？編集者ってこと？でもフリーランスって？義母にとっては珍しい仕事なのか、いぶかしげな顔で私を見てきました。ウェブライターという職業になりまして、主にネット媒体を通して見られる記事を書いています。他にもブログを書いたりして広告収入を得たりもしています。私がそのように答えると、義母の顔がだんだんと険しいものになっていきました。なんだか聞いたことのない業務だけれど、本当にその仕事は大丈夫なの？え？大丈夫というのは？だってブログだなんて暇な主婦の日記みたいなものでしょ。それで稼いでいると言われてもお小遣い程度のものなんじゃ。いえ、ちゃんと生活できるだけの稼ぎはいただいています。そうなのね。でもやっぱり今の時代、正社員のように安定した仕事じゃないと。義母はずっと難しい顔をしていました。お気持ちはわかりますが、私も今の仕事にやりがいと誇りを持っています。私も意外と負けず嫌いというか、守るべきところは守りたいタイプだったので、つい熱が入ってしまいました。慌ててそこへ翔平が仲裁に入り、私たちを止めました。まあまあ、二人ともそのくらいにしなよ。仕事に関しては今そんなに取り上げて話すことじゃないだろう。なんとかその場は収まったのですが、義母は納得がいっていない様子でした。私たちの結婚には特に反対はしなかったものの、私の仕事については理解を示してくれませんでした。とはいえ、実家と私たちの新居は車で2時間ほど離れた場所にあるので、普段は義母と関わらないで済むだろうと思い、そのまま翔平と入籍しました。それから両家の顔合わせを済ませ、結婚式も無事に挙げることができました。私たちを引き合わせてくれたマサトも立派なスピーチをしてくれて、思い出深いいい結婚式になったと思います。こうして翔平の新婚生活が始まりました。結婚1年目は彼も家事を手伝ってくれて、幸せな新婚生活だったと思います。休みの日にはドライブに行ったり旅行に行ったりして、たくさん楽しい思い出も作りました。結婚後も相変わらず優しい夫と過ごす時間は平和で、きっと子供が生まれたらもっと幸せを感じられるだろうなと思っていました。しかし結婚2年目に入った頃から、翔平は仕事が忙しいと言い、帰りが遅くなりました。今日も残業？ああ、すまないな。新しく結んだ取引先が多くて、いろいろと手続きのやり取りとか忙しいんだ。俺以外のみんな全員が残業しているから、いくら新婚でも休めなくて。そっか、仕方ないね。私は少し寂しかったのですが、仕事が忙しい夫に余計な負担をかけるわけにもいきません。私は在宅で仕事をしながら、できる限り夫のサポートになろうと思って家事を頑張っていました。ちなみに義母とは時々顔を合わせていたのですが、毎度のようにどこかの会社に属して正社員になった方がいいんじゃない、何か資格を取って専門職に就いたらと言われてしまいます。義実家に行くたびにそのように小言を言われるので、私はちょっと義母のことが苦手になっていました。そしてある日、夫に相談をしました。私ちょっとお母さんとはうまくやっていけないかも。
そりゃ社長だし、自分の実力で成功をつかみ取ったお母さんはすごいと思うよ。だけど私の仕事のことを全然理解してくれず、頭ごなしに否定され続けるとちょっとね。まあ母さんも古い人間だからな。早苗も無理に仲良くしようとしなくていいよ。実家に帰る時も俺一人で帰るようにするから。ありがとう、あなたがそう言ってくれると助かるわ。夫は無理やり私と義母を仲良くさせようとも、私に義母の言うことを聞かせようともしませんでした。私にとってはそれはとてもありがたいことでした。それから3ヶ月ほどが経ち、私は特に大きな問題もないまま日常を過ごしていました。相変わらず夫は帰りが遅く、仕事が忙しそうですが、そこはもう少しの辛抱です。夫自身が忙しいのは一時的なものだろうから、また早く帰れる日ができるだろうと言ってくれました。なのでそれまで待とうと思っていました。そんな中、ある日私が家で仕事をしているといきなりスマホが鳴りました。私は画面を見てぎょっとしました。それはなんとしばらく会っていない義母からだったのです。私は思わず出るのを戸惑ってしまったのですが、さすがに無視するわけにもいかず電話に出ました。もしもし、お母さん、何のご用でしょうか？ここ最近義実家には行っていません。なので義母に何か言われるようなことはしていないです。もしかしたら最近来ていないことについて文句を言おうとしているのでしょうか。私はとっさに身構えました。一体何を言われるんだろうか。そうやって怖がっていると、義母は意外な言葉を発しました。早苗さん、ごめんなさい。え？私あなたに謝りたいと思って電話をしたの。どういうことでしょうか？あなたが書いている記事見させてもらったわ。最近の政治問題について言及している記事だったんだけど、読みながらちゃんとよく調べてて、根拠に基づいた主張をしてオリジナリティのある文章だなって思ってたら、記者の名前があなただったの。それ見てびっくりしちゃったわ。あれはちゃんと本気で書いている文章だって伝わってきたわ。確かに義母の言う通り、私はどんな記事でもしっかりと下調べなどを行い、情報をちゃんと正しく伝えることを前提として自分の思いを載せています。義母にはそれが伝わったようで、私の仕事を認めてくれたようです。本当に今までごめんなさい。よくわからない仕事だからと、ウェブライターという仕事を下に見ていたのかもしれない。私の中でちゃんと持っていると思っていた謙虚さがいつの間にかなくなってしまっていたようね。本当に反省しているわ。そしてあなたの仕事への情熱がわかり、申し訳なさでいっぱいになったの。素人が余計な心配をして本当にごめんなさい。お母さん。義母が謝ってくれたことに驚きつつも、私は喜んでいました。こうやって仕事について直接褒めてもらえるのはとても嬉しいことです。また私の仕事を認めてくれていなかったことを除けば、義母の人柄や仕事ぶりについては尊敬さえしていました。会社を経営するということは本当にすごいことですし、シングルマザーとして子供を育てながら仕事も成功させていたのが自分には想像もつかないことだったからです。こんな風にこれまでのわだかまりが溶けていくのは嬉しいことでした。そして義母はお詫びの印にとランチに誘ってくれました。あなたとぜひ行きたいレストランがあるの。もちろん嫌だったら断っていいのよ。無理強いはしたくないから。でも改めてお仕事の話も詳しく聞いてみたいの。お母さん、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ぜひご一緒させてください。こうして私と義母は3日後に義母が選んだレストランでランチをすることになりました。私はこのことを夫に報告しようとしたのですが、彼は相変わらず仕事が忙しく、しかも翌朝から遠方へ出張に行ってしまったのです。自分が出張に行っている間に私はお母さんと仲良くランチしているのを知ったら、夫はびっくりするだろうな。でも絶対に喜んでくれるだろうな。この時の私はのんきにそんなことを考えていました。そしてやってきた義母とのランチ当日、私は義母から LINE で送られてきた高級レストランに向かった。義母に恥をかかせないように美容室にも行き、おしゃれをして万全の状態でお店に行きました。あ、早苗さん、こっちよ。義母は笑顔で私に手を振り、そして挨拶をすると私に改めて謝ってくれました。仕事の件でいろいろ言っちゃって本当にごめんなさいね。もういいんですよ、お母さん。今日は一緒に楽しみましょう。そう言ってくれて嬉しいわ。あなたの好きなもの何でも食べてね。社長太っ腹ですね。ゴチになります。
あらあら、そないさんって結構面白い人なのね。私たちはとても楽しい気持ちになりながら食事を進めていました。義母と話してみると、今まで見えなかった義母のいいところが見えてきた気がします。仕事ができてたくましくて優しい義母に、私は尊敬の念を抱きました。そして義母は自分の離婚話をした際にこう告げました。離婚した時に自分に稼ぐ力があって本当に良かったと思ったわ。やっぱり女性だとしても自立できる能力は絶対に必要だと思うの。そうじゃないと理不尽に負けちゃうし、自由もつかめない。だからあなたにもちょっと厳しく言ってしまったの。だけど余計なお世話だったみたいで本当に申し訳ないわ。分かってくださって嬉しいです。そしてお母さんの気持ちも伝わりました。全部私のことを思ってくれていたからだったんですね。そんな話をしていた時、いきなり私のスマホが鳴った。あれ、翔平からです。一体どうしたんだろう。翔平って今出張中よね。はい、そうなんですが。個室だったので私はスピーカーにして義母にも聞こえるようにした。もしかしたら何かトラブルが起きたのかもしれない。もしもし、どうしたの。ああ、早苗か。実はさ、大変なことがあって。大変なこと？っていうかあなた今出張中じゃないの。いや、出張は無事に終わったんだけど、大変なことが起こってさ。一体何があったの。母さんが倒れたんだ。え？私は義母と顔を見合わせました。え？でもお母さんは。私がそう言うと義母は慌てて私に手を振っています。どうやら目の前に自分がいることは黙っていた方がいいと指示を出したかったようです。義母の意図を汲み、私は話すのをやめました。夫は気にせず話を続けています。それで出張から帰る際に地元に帰って病院に寄ってくれ。今検査入院をしているみたいだから、医師からいろいろ説明聞いて、母さんと一緒に実家に帰って、落ち着くまで母さんの面倒を見てくるから。私は一緒に行かなくて大丈夫？いや、いい。サナイは母さんのこと嫌っているだろう。いや、だけど。気にしなくていいんだよ。この際だから言うけど、母さんもサナイのことを面倒な嫁だと嫌っているんだ。だから来なくていい。そう、わかったわ。じゃあもう切るから。翔平はそう言って電話を切りました。私はこの時すでに彼が嘘をついていることに気づきました。そしてその理由はきっと私には言えないことです。受注ハック、不倫をしているのでしょう。すると義母がこう告げました。早苗さん、残念ながらあなたの予想通り浮気していると見て間違いないわ。だけど安心して、私はあなたの味方だから。義母の力強い言葉に私は真相を突き止める覚悟ができました。夫に制裁を加えることを心に決めたのです。その後私は義母と作戦を練りました。そしてすぐに私と夫を引き合わせてくれたマサトに連絡を取りました。彼は夫の同僚なので仕事の状況について詳しくわかるでしょう。私が電話で事情を話すと、彼が直接話すと言ってくれたので、私と義母は後日彼と会うことにしました。それから数日後にカフェで3人で話をしたのですが、どうやら夫は出張になど行っておらず、現在は有給を取って1週間ほど休んでいるそうです。つまりこの間に不倫相手と一緒にいるのでしょう。マサトも夫の嘘を聞いて浮気をしていると悟ったようでした。すまん、まさかあいつがそんなことをするとは思わなくて。いや、マサトは悪くないから。それから私と義母は確実な証拠をつかむために更新所に調査を依頼しました。夫は1週間後に一度帰ってきたのですが、その際に義母が病気でだとかありもしない嘘をひたすら並べていました。私は何も知らないふりをして夫の話に合わせていました。そしてそれからまた1週間ほどが経った頃、週末にまた夫は実家で義母の様子を泊まりで見てくると言い、帰ってくるのは月曜だと言いました。きっとまた不倫相手と会うのでしょう。私は笑顔で見送り、すぐに義母に連絡をしました。私たちは月曜に家で夫を待ち構えることにしたのです。もうすでに更新所からの調査結果は出ていました。ですが、より確実に夫を追い込むためには作戦が必要でした。そして月曜になり、夫が昼頃に帰宅してきました。ただいま。あ、お帰りなさい。お母さんの体調はどうなの。とりあえずは大丈夫だけどさ、
通院は必要みたいで、これからも定期的に様子を見に行かないとダメだわ。そう、大変だね。母さんも珍しく落ち込んでてさ、やっぱり息子が一緒にいないといけないよなって思ったんだ。翔平がそう言ったところで、隣室の部屋から義母が出てきました。私はこの通り元気なんだけど、なんで通院が必要なんだい？え、母さん。翔平はびっくりしてその場に転んでいました。そんな夫に私は義母と二人でにじり寄ります。あなたには他に母親がいるのかしら？どういうこと？なんで母さんがここにいるんだよ。さないと母さんは仲が悪かったはずじゃ。私たちはもう和解したのよ。そしてさないさんとランチしている時に私が倒れたって連絡が来たから驚いたわよ。あなたが連絡をしてきたタイミングがあなたにとっては最悪だったってわけね。まあおかげでこちらは浮気だということにすぐ気づけたけど。浮気？そんなことしてないぞ。夫は動揺しながらも事実を否定していました。そこで私は証拠写真を突きつけました。これがあなたが不倫相手の家から出てくるところやホテルに入っていく写真。私に嘘をついて外泊していることも加味すると言い逃れはできないわよ。夫は何も言い返せないようで黙り込んでしまいました。あなたは私とお母さんの職場の人を騙していたのよ。そうよ。しかも私が倒れただなんて、私を都合のいいように利用して最低だわ。恥を知りなさい。夫はぐうの音も出ず、その場にへたり込みました。それから私たちは離婚をし、私は夫と不倫相手に慰謝料を請求しました。義母の協力もあり、すべてスムーズにいきました。義母は今回のことで夫と親子の関係を切ることにしたそうです。いずれは息子を自分の会社の社長にと思っていたそうですが、それも辞めることにしたとのこと。元夫は有給を取って不倫相手と会っていたことが職場にバレて、周りから冷たい目で見られて肩身の狭い思いをしているそうです。ですが慰謝料の支払いがあるので辞めることができず、毎日ストレスで暴食を繰り返し、20キロも太って見た目も不衛生になっていると聞きました。営業マンって結構見た目大事なのに、あれじゃ印象悪いよ。マサトがそう言ってため息をついていました。今まで業績は悪くなかったのに、元夫はどんどん業績が落ちて、今では窓際部署に飛ばされて給料も下がったんだとか。まあ全て自業自得ですから、同情の余地はないですね。一方、私は仕事は順調で、義母とはお友達として仲良くしています。定期的に食事に行ったり、たまに旅行にも行っていて、良好な関係を築けています。元夫は最低な人でしたが、義母と出会えたことは良かったなと思っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。